その、まあ、嫌なことがあったら、まあ、怒ったりもするし、何か物にぶつかったりすることもあるし。まあでもそのなんかそういうのは乗り越えて今は幸せだよねっていうのをなんか普通に言えばいいだけだと思うんですけどね。